ハットルフ・アムハルツは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセン州ゲッティンゲン群、に属クス、マチソンである。エルビンゲローで、ハットルフ・アムハルツ、ヘルデン・アムハルツ、ブルフテン・アムハルツで形成されるザムトゲマインで、ハットルフ・アムハルツの本部所在地である。ハットルフ・アムハルツは、ハルツ山地の南西端、ローテンベルクの北端に位置している。オーダー川が町内を東西に流れており、 北から流れてきたジーバー川がこれに合流している。この町は952年にベールデ修道院の文書に初めて記録されている。この文書は夫大帝がベールデ修道院参事会に宛てたもので、ハタアップ村の第三部分を寄進するという内容である。ローマ皇帝ロタール三世の死後、1138年にフランケンコ・コンラートが新たなローマ王に選出された。 これにより、ホーエンシュタウフェン長が創始された。1157年皇帝フリードリヒ一世、バルバロッサは、いとこのハインリヒシ公に、アムト・ヘルツベルク及びヘルツベルク城を霊園として与え、これにより、ハットルフに対するベルフ家の領有が始まった。この領主権は1866年まで保持された。その後は、ハットルフ在住の家門であるハットルフ家に引き継がれた。 ハットルフ家に関する詳細は知られていない。ただし、1312年11月29日付のオステローデの夜行日修道院から、グンツェリン・レトガストという名前の騎士に当てた文書に、ベルナー・フォン・ハットルフ並びにエックベルト・フォン・ハットルフの兄弟に、バイハトリフトという名前の草地を1マルクで売却したという内容が記されている。これは、ハットルフ家の辞書に、 草地があったことを示しているこの漁師家の始祖は同じエックベルト・ホン・ハットルフという名で1241年に初めて文献に記録されている。彼にはエックベルトとコンラートという二人の息子がおり、1263年と1296年の文書で言及されている。エックベルトは騎士であり、しばしばブラウン・シュバイクコハインリヒに関わっている。 弟のコンダートは弁護士として、ゲッティンゲン近郊のクローナ城に寄居した。コンダートの息子として、コンダートでアユンゲレとエックベルトが記録されている。コンダートはソセルドスの身分、エックベルトはマイルズの身分であった。彼ら二人は1304年と1332年に、商人として文書に登場する。この両主の居城は、ベーター・ソベルクと向かい合う高台にあった。 ここでは発掘によって多くの破片やその他の小さな工芸品が出土した。かつての教会大長にもパイプスバーグックという記述があるが、これは古語ドイツ語や英語のツーピープ、すなわちこっそり見る、監視するという言葉と関連している。ハルトルフケノカモンはその後数世紀歴史から姿を消し、18世紀から19世紀に再び現れる。 2016年に、オステローデ・アムハルツ軍とゲッティンゲン軍が合併して、以後、ハットルフ・アムハルツは、ゲッティンゲン軍に属した。ハットルフ周辺には、バルケフェルで、オイ、ファーレンブローケといった、中世の廃村が存在している。ハットルフ住民の多くは、福音主義ルター派教会組織に属している。キルヒ通りの聖パンクラティウス教会はこの、教会組織に属している。 教会の隣には、ボジア、グリム兄弟広場幼稚園がある。この教会組織は、ヘルツベルク教会クライスに属す。カトリックの聖ヒルデガルト教会は、ビンゲンのヒルデガルトにちなんで名付けられた。1945、46年に、カトリックの難民や追放された人々がハットルーフや、その周辺地域に流入した。この教会のための提訴は、 1958年10月12日に、ローテンベルガー通りで行われた。この教会は、1959年9月12日に、司教ハインリッヒ・マリア・ヤンセンによって性別された。2006年11月1日からこの教会は、ヘルツベルクの西洋ゼフ教会に属しており、ハットルフ・アムハルツ教会組織はこのために廃止された。ハットルフ・アムハルツの町議会は15議席で、 構成される。ハットルーフの紋章は1952年に制作された。これは紋章のもとに生活や経済構造が一体化されることを意図して1000年祭の機会に新しい紋章がデザインされた。厳格な紋章学のルールによれば許可された様式や配色だけが使用できる。許可された色は赤、青、緑、黒よび2つの金属色金と銀である。 新しい紋章の制作にあたって、新しいデザイン案を募るため、賞金付きの公募がなされた。しかし、わずかな成果しかなかったため、この町の議会は、アルフェルトの歴史家を訪ね、以下の最終的な紋章の構成要素を選出し、現在の紋章を作成した。聖パンクラティウス境界直径7メートル、高さ10.5メートルのハットルフの境界塔は、おそらく高い確率で、 13世紀から14世紀に存在し、バイプスボーグという名称で記述されているハットルフ家のかつての城塞の遺構であると推測されている。ジーバー川がオーダー川に合流する川口付近のスポーナンリッチも古い城塞のものである。教会塔は堅牢な円形の建物である。壁は厚さが最大1.5メートルあり、荒い採石で作られている。また、 かつての狭間を思わせる最高スリットが設けられている。教会堂は木組建築でこの塔に増設されており、スレート板が掛けられている。この建物は1755年から1756年に建設された。この先代の教会堂は15世紀に建設された。ビルヘルムブッシュ記念の場所は、詩人でデザイナーのビルヘルムブッシュを記念したものである。ハットルフ・アムハルツは、 連邦道 B27 号線のすぐ近くに位置している。この連邦道はゲッティンゲンからブラウンラーゲ方面へ伸びている。ハットルフは連邦道 B243 号線で行くこともできる。さらにハットルフは鉄道南ハルツ線ゲッティンゲンノルットハウゼン線に面しており、その駅がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版に挙げられていたものであり。 日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。